こんにちは。歴ショックです。今回は、藤原道長の7人の妻について、一人ずつ紹介していきます。彼女たちは本妻から妾まで立場は様々ですが、当時は妾も妻と読み、実際の生活では明確に区別していたものの、道長は文章上では妻と妾の区別なく一緒くたに妻としていました。正式な妻と呼べるのは、智子、明子の2人だけですが、他の妾のほとんどは、父や夫を亡くし身寄りが亡くなっていたのを、智子の手引きで娘の女房として保護し、そこから男女の関係になっており、道長が女好きの性格で誰かで構わず手を出していたわけではないと言えます。紫式部が道長と男女の関係にあった可能性はだいぶ低いですが、道長と関係を持っていた大納言の君と親しく交流し、お互いの辛さを語り合う関係にあるなど、道長の妾でないと完全に切り捨てることはできません。今回は、道長の同志として共に走り抜けた智子、智子の陰で道長を支えた秋子、父、夫を亡くし道長の子を身ごもっても幸せに結びつくことはなかった、それぞれ不幸を抱えていた妾たちの生涯、紫式部と道長の関係について紹介します。道長の本妻、智子は、964年、宇田天皇の孫にあたり、長年にわたって左大臣を務め朝廷政治で重きをなすこととなる源正信と、その本妻、厚子の長女として生まれており、道長の2歳年上にあたります。智子は、天皇のひ孫という高貴な血筋に加え、父正信が、986年の神奈の変で藤原の兼家が火山天皇を出家に追い込み、一条天皇の外祖父として摂政になるまでは左大臣として右大臣の兼家より上の立場にあり、智子も道長より格上でした。結婚にあたっては、正信は格下の道長との結婚に反対したとも、むしろ積極的に兼家との縁を作りに行ったともされていますが、987年、智子が23歳の時に二人は結婚し、智子は別邸に移る土から宇田源氏本邸の土御門殿を譲り受け道長を迎えるなど、道長の経済的な後ろ盾にもなります。結婚翌年の988年に、天皇の外祖父として実権を握りたい有力貴族にとっては後継ぎの男子以上に重要な女子である秋子を産んだのを皮切りに、智子は43歳になるまでに計2男4女を設けました。娘は全員受胎し、智子は本妻としての役目を十二分に果たしましたが、道長が兄たちの死後、貴族の頂点に君臨するようになる中、智子は平安時代の女性の中でもトップクラスの行動力で道長の覇業を支えていきます。秋子は999年に受胎したものの11歳と幼く、智子は道長の姉、秋子の後援を受けて従三位の皇位に上り、貞子はじめ多くの妃がいる中で秋子の地位を守るべく、道長ができない直接そばで支える役目を果たしました。秋子受胎時には、智子は妊娠9ヶ月だったにもかかわらず、儀式や宴の準備のために代理に入り、汚れの面から妊婦が代理に入れなくなるギリギリまで、道長一家を代表して娘の受胎をサポートしています。妃として並び立つ貞子の死後は、秋子がまだ子を産める年齢にない中、一条天皇の唯一の王子である厚安親王を藤原の惟知から中野関白家から引き離すため秋子の有志にした際に、秋子に代わって、一階の女房ではないくらいの高い智子が母代わりとして世話をするなど、道長の政策を自ら実行役として進めました。秋子だけでなく、受胎した他の娘たちのためにも智子は足しげく代理に参拝したほか、彼女らの女房の世話も見ており、実家に帰ってしまい長く戻らなかった紫式部に対しても優しく帰参を促しなど、娘が妃として活躍できるよう陰からバックアップしています。道長とは夫婦というより同志の関係にあり、代理で火事が起きた際は共に屋敷を飛び出し代理へ向かい、道長が三条天皇の下で事態の対処に当たる一方、智子が中宮、皇太子の元に駆けつけるという、互いに背中を預け合うように最高権力者の責務を夫婦で果たしました。老齢になっても休むことなく働いていた智子は、1025年に四女の義子が亡くなったのをはじめ、秋子以外の三人の娘には先立たれ、64歳の時には道長にも先立たれるなど肉親を相次いで失う不幸に見舞われています。それでも、娘たちが産んだ三人の孫の即位を見届け、1053年に秋子、頼通、憲通の残った子供たちに見取られながら89歳で生涯を閉じました。
源明子は智子よりも先に道長の妻になったものの、実家が没落していたこともあり智子に本妻の座を奪われ、2番目の妻の地位に落とされた女性です。醍醐天皇の皇子、源隆明の娘として道長の1歳年上となる965年に生まれたものの、969年、4歳の時に安奈の変で父が左遷され一家は没落し、養父となった叔父の死後は、道長の姉、明子の保護を受けていました。そして、明子を実質的な養母として、天皇の孫という高貴な身分を武器に道長の最初の妻となったものの、ほどなくして道長は智子の元に通い出してしまい、実家の力では叶わない明子は智子の下に位置づけられることを受け入れるしかありませんでした。明子は出産でも智子に先を越され、993年に道長の次男となる頼宗をようやく産んだものの、この先巻き返すように子を次々と産み、智子が1007年に43歳で慶子を産むまでは明子が先に6人目の子を産んで数ではリードしています。しかし明子の子供たちは道長の子として優遇はされていたものの、男子は摂政関白、女子は天皇の妃に上り詰める智子の子たちとは明確に格差がつけられ、4人の男子は異母系の寄り道に従うことを強いられました。1002年には最高権力者の女院の力を持って長年庇護してくれていた明子が亡くなってしまい、後ろ盾もなくしてしまっています。それでも明子は長女の平子の婿に道長によって皇太子の座を追われた三条天皇の皇子厚明親王を迎え、世話を自ら担当するなど、三条天皇との対立という道長政権の正念場にて道長を支える役目を果たしました。明子の次女高子は村上天皇の孫で友平親王の長男にあたる源の諸房を婿とし、諸房は源氏ながら藤原摂関家と密接に結びつき、道長により道の後継者に一時考えられるほど藤原摂関家にとってなくてはならない存在となります。智子が妃となった娘のサポートという道長政権の光の部分で活躍する中、明子は妃こそ出さなかったものの、影の部分ながら道長の栄華のために必要な役割を果たしていたのです。明子は長女の平子には先立たれたものの、道長死後も高子、諸房夫妻の下で生活し、智子が亡くなる4年前の1049年に84歳で亡くなりました。源重光娘は智子、明子の2人の正式な妻以外に唯一道長の子を設けた女性です。醍醐天皇の孫で小村美権の大納言まで登っていた父の重光は、別の娘と藤原のコレチカを結婚させ、コレチカに権の大納言の職を譲ってしまうほど中野関白家と近い位置にありました。しかし、コレチカは996年の朝徳の変で流罪になってしまい、重光の子、秋政も連座して一時昇殿を止められるなど一族の家運は傾き、重光は失意の中、2年後の998年に亡くなってしまいます。重光娘は末っ子だったことから父が亡くなった時にはまだ結婚していなかったとみられ、その後、道長周辺で存在が確認されるまでの足取りはわかっていません。ただし、朝徳の変に連座しなかった兄、範政が、道長の本妻、智子の姪で大納言の君として明子の女房になっていた源安子を離婚したものの一時妻としていた縁からか、重光娘も道長周辺に出資し、やがて道長の目に留まってお手つきになったとみられます。そして、1014年、道長が48歳の時に、道長13番目の子で最後の子となる長信を産みました。しかし、子を産んだにもかかわらず、道長の御堂関白記をはじめ、後世の成立の映画物語、大鏡などにも記録がなく、1015年に正式な妻ではない竹子、重子が官位を与えられた際も名前がないことから、相当扱いが低かったのか、出産後間もなく亡くなってしまったと見られています。長信も妾の子として幼くして出家させられ、智子の兄、源佐義の子の遠人の弟子となります。それでも長信は、40代の頃には真言宗の最高位、当時長者に上り詰め、朝廷からも女院として権勢を振るう明子の異母弟として重く用いられることとなりました。源安子は、大納言の君として、道長の娘、明子に仕えた女性であり、道長にとっては、女房として主従関係にあるものの男女関係も持っていた、メシウドの身分にありました。安子は源正信の子で智子の同母弟にあたる源時道の娘で、
後に紫式部が宮塚へ中に局の仕切りを取り払って空間を共有するほど仲が良かった女房、小少将の君の姉にあたります。安子の父、源時道は智子の1歳年下で、21歳の時に起きた関内の変当日、藤原道綱と同格の5位のクロードになるなど若くして出世コースに乗っていましたが、987年に突如出家し、その後若くして亡くなったとされます。そのため、まだ幼かった時道の息子の正道は祖父正信の養子とされ、安子と小少将の君は、父の異母系、源助義の養女となりました。助義は、994年には三儀に上るなど有力貴族として活躍したものの、安子が10代だった998年に48歳で亡くなってしまっており、安子姉妹はまたしても父を失ってしまいます。安子は映画物語によれば源重光の子、範政の妻となったものの離婚してしまい、全く身寄りのない状態となっていました。そんな中、叔母の智子の手引きからか、妹と共にいとこの晶子の女房となり、高貴な出自ながら度重なる不運により、有力貴族の娘としては転落とも言える宮仕えをするまでになります。安子は、容姿も振る舞いも可憐で趣のある人物と伝わっており、ついには晶子の元を訪れる道長の目に留まり、二人で話し仲になる中で、いつしか男女の関係になったとされます。この様子を見ていた智子は、安子は他人ではないのだからと見逃していたとされ、道長と安子は本妻公認の関係となりました。もっとも、姉妹の経歴が混在して伝わっていることから、一連の道長との関わりは安子ではなく妹の小少将の君のことだとする説もあります。安子は紫式部とも関わりを持っており、晶子の安産祈願の法華三十行の際に、紫式部に思い悩むことが少なければ楽しめただろうにと涙ぐんで語り、紫式部は心中を隠してあえて藤原氏を称える歌を詠むというやり取りを交わしています。その歌に対し安子は、道長一族の繁栄と没落した自分を比べてしまったのか、我が身を嘆く歌を返しており、紫式部は年下の安子のことを思い悩むことがあるとは見えない要望や年齢と当初は評していたものの、心の内を知ったことで共感するようになったと見られます。その後、晶子が第一子厚平親王を出産した後、実家に戻って再出仕を控えていた紫式部が宮廷生活を思い返し、晶子のそばで仕える安子に真っ先に和歌を送っており、境遇は違えど、相次ぐ不幸に見舞われた挙句同じ場所に流れ着いた者同士通じ合うこととなりました。安子は晶子の出産ではそばにあって迎え湯を担当するなど、女房の中では高い地位にありましたが、道長との関係は一介の女房に過ぎない飯人止まりで、子ができることもなく、妹の小少将の君は若くして亡くなるなど、幸せとは言い難い人生を歩んでいます。安子は、皇太子となる厚平親王の先嗣となってそばで仕え、後一条天皇として1016年に即位した後も引き続き仕えていますが、最後は明らかでなく、1036年の後一条天皇崩御の際にはすでに名前が見えなくなっているのが確認できるのみです。竹子は藤原の為光の四女で、火山法王の愛人となり、藤原の惟知が没落する長徳の変のきっかけとなった人物であり、道長の10歳から15歳ほど年下にあたります。藤原の忠信、義子の異母前にあたり、出家した火山法王と関係を持っていましたが、同居する姉の三の君が惟知の妾となっており、惟知が火山法王が自分の女に手を出していると勘違いしたところから、矢を射かける事件に発展し、最終的に流罪にされるに至りました。竹子はその後も火山法王との関係を続けましたが、1008年に火山法王が亡くなると、太政大臣の姫という高い格と教養を持つ竹子を、智子は皇太子の家定親王に受胎する次女の清子に仕えさせるべく熱心に勧誘し、竹子は清子の女房となります。しかし道長は、いとこにあたる30代になっていた竹子を娘から取り上げて我が物としてしまい、正式な妻ではないものの、竹子に仕える慶子なども定めて厚く扱いました。竹子が道長のお手つきになったことで、火山法王時代には大して関わろうとしなかった兄の忠信は、一転して竹子に誠心誠意仕えるという手のひら返しをしたといいます。竹子の同母舞、茂子も道長のお手つきとなり、姉妹揃って1015年に道長の子を身ごもりました。そして、この年の9月には、道長の屋敷の一つ、
琵琶湖を三条天皇が一時里帰りとしていたお礼として道長関係者が叙任を受ける中、姉妹は揃って正御位の下と、道長の正式な妻ではないながらも三条天皇皇女の乳母より高い官位を与えられました。しかし、竹子は30代後半での出産がたたったか、1016年正月にお腹の中の子と共に亡くなってしまい、その死は道長の日記、御堂関白記にも記されることはありませんでした。むしろ、人々の関心は竹子の死ではなく、道長だけでなく兄の忠信、さらには道長の下の右大臣藤原の明光がいとこ、内大臣藤原の金星が叔父にあたることから、服務のため主要貴族が欠席し儀式が遂行できなくなることにありました。結局、竹子の死は隠され儀式の遂行が優先されるなど、竹子は最後まで理不尽な扱いを受けることとなったのです。竹子の同母前の茂子は、姉の縁からか、1013年に清子が貞子内親王を産んだ際の女房の増員のタイミングで、姉も仕える清子の女房になりました。茂子は、門徳源氏の一族で小椎の下まで登った源兼助の妻になっていましたが、兼助は1002年に亡くなっており、姉の縁を頼り道長の元へ出向き、ほどなくして道長のお手つきとなった姉と共に妊娠します。しかし、姉の死の3ヶ月後、茂子は妊娠16ヶ月という異常事態に見舞われました。茂子のこともあり道長は儀式を欠席しており、藤原の実助が正式な妻ではない茂子のせいで道長が摂政の務めを果たせないことに起こる、儀式遂行を優先すべきとする日記の記述で事態は明らかになっています。結局、茂子は妊娠18ヶ月まで行ったことが記録されているものの、以降は妊娠に関する記述はなく、茂子も再び女房として活動していることから想像妊娠だったと見られています。妊娠騒ぎ以降は道長との関わりは見えない一方、清子、貞子内親王親子には高い執事もあり重用され、琵琶湖に部屋を与えられて常にそばに控え、牛舎に同乗することも多々あるなど、トップクラスの女房として長きにわたって活躍しました。紫式部を道長の妻とする根拠は、室町時代に成立した系図集、孫妃文脈に道長の妾だったらしいと書かれているだけで、虚実入り混じる平安時代後期成立の大鏡、映画物語などにも関係を匂わせる記述は一切ありません。ただし、道長の娘明子に女房として仕えた紫式部には、道長が源氏物語執筆のための紙を提供しスポンサーになったり、和歌の贈答を行うなど実際に近しい関係にあり、一般的には妄想の産物とされながらも一部では恋愛関係にあったとする説が唱えられています。二人の恋愛関係をかすかに感じさせるのが、1008年に明子の出産のため紫式部も代理を出て道長邸に入っていた時に書かれた紫式部日記にある、道長らしき男が夜中に紫式部の壺を訪ね戸を叩いたシーンです。紫式部は男の来訪を断り、翌日に男は未練たっぷりの歌を送り、紫式部も変化をしています。このやりとりが、鎌倉時代頃にはすでに道長と紫式部のやりとりだと解釈され、源氏物語の作者として紫式部が注目されていたこともあり、室町時代には道長の妾と書かれるようになったと見られています。道長はともかく、紫式部が道長のことを特別視していたことを伺わせるのが、庭を歩く道長が壺から顔を出している紫式部に話しかけた際の和歌のやりとりです。ここで道長は、朝霧の中、お見返しの花を紫式部に渡して和歌の贈答をしていますが、紫式部が晩年に自らの歌を詩的にまとめた歌集、紫式部集と日記での表現の違いが、紫式部の真の思いを表しているとされます。魅力的で男の心を惑わす女を表すお見返しを介したこのやりとりには、日記では道長の従者の存在が書かれる一方、歌集では書かれておらず、他の人にも読まれる前提の日記にはあえて二人きりであったことは記さなかったとする説があります。さらに歌のやりとりも、歌集では、当時は変化の速さが情熱の証とされる中、道長の変化の速さが強調される記述となっており、日記ではただ道長が紫式部をからかう内容だったのが、歌集では道長が紫式部に恋の相手になることを求めたと解釈できる内容になっています。
この記述の違いが紫式部が道長との秘密の関係を自分の人生の思い出として密かに書き記した痕跡なのか、道長と特別な関係になりたかったという思いを晩年に夢想しながら書いただけなのかはわかりません。もし秋子の里帰り出産の期間に道長と紫式部が男女の関係になったならば、秋子の出産後、真っ先に同じく道長と関係を持っていた安子に連絡を取ったのも、単なる気の合う同僚以上の思いがあったからだと想像できます。ただし、仮に二人が男女の関係にあったとしても、安子のような継続的な飯人の身分にすらなれず一度きりの関係にとどまり、道長からは娘に仕える話しやすい女房、源氏物語を書けるほどの有能な才女以上の感情を向けられることはなかったと考えられます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。